自民党の今井恵理子参院議員が20日、衆院選公示後初めて自身の X、Q、ツイッターを更新。各地に応援演説に訪れている様子を公開した。今井氏は X で、長野3区から出馬した、井出伊佐を制し、東京13区から出埋めした、土田真氏の応援を行う様子の写真を掲載。15日からスタートした、衆院選。各候補の激励へ。 共に力を合わせて頑張りましょう。と訴えた。今井氏は衆院が解散して9日に第214回臨時国会が閉会しました。本日衆議院が解散し10月15日公示27日投開票の総選挙が行われます。皆さんの一票が未来を作りますと記し窓の外を眺めているショットを投稿。 この写真がアイドル風ショットなどとされて炎上し、その日以来 SNS を更新していなかった。この日の投稿には、選挙応援お疲れ様です。今井さん笑顔が素敵です。候補者の方々と頑張ってくださいといった応援コメントも参見されたが、多くはフランス研修の報告早くしろ。フランス視察説明をすることを、まずは頑張ったらどうですか 国会議員はアイドルではないのですフランス研修旅行レポートさっさと出してなどと批判の声が占めた以下はネット上の意見をまとめたものですこの方が批判される原因を考えた時まず国会議員だということが結局一番なんですよね国会議員もちょっと失礼かもしれませんが何の専門知識があってどこまでの努力があって これからの明確な考えも見えない方々が多すぎるそもそもの存在意味がないように思える方々が本当にたくさんいらっしゃるのですが国民の血税を定数の議員に無理やり使う必要があるのでしょうかどう考えても議員定数は減らす必要がある減らせないなら国会議員としての最低限の支出並び資格を設けるべきなのでは 師匠三党議員の元秘書さんや上川陣営に参加してくれた人のところに応援に行っている。高市さんが初めから支援してくれた新潟国、次に推薦人を集めてくれた。萩生田さんらのところに応援に行ったのも同じ。河野さんはどうしているのかの方が興味があります。腐敗政治の後の選挙がとても大切ですが、それ以上に危険な政治家が選ばれてしまう、悲しい現実がある。 世界もですが日本の政治も危機的状況です余計なことをせず真面目でコツコツ仕事をする政治家を選んだ方がいいと思うもうフランス研修の報告書は出すつもりはないというより作ってないと思うのでとにかく余計なことせず速やかに現職を降りていただきたい本当にこの方は人気中功績という功績もなく 何をやっていらっしゃったのだろう若い頃からアイドルをやって周りからチヤホヤされ社会人としての常識を何も学ばずに大人になりそして国会議員になってしまったからこうなってしまったのだろうねフランス研修旅行から1年3ヶ月も経つのですよ SNS に写真をアップしている暇があるのであれば1日でも早くフランス研修旅行の報告書を。 提出してください言っておきますが一般企業でこんなことをやっていたら即刻アウトですからねそもそも何の勉強もせず知名度のみで国会議員になれる日本がおかしいだけです強いて言えばそんなのを選挙で選ぶ有権者のレベルの問題有権者のレベルが低いから国会議員のレベルも低くなるのです そこが変わるかは、週末の選挙で、党法も含め全ての有権者次第です。責任を持って、選挙に参加さしましょう。これも、国民の義務の一つです。報告書を作成する能力がないのは、国民の多くが知っているので、報告書の期待はしていない。ただ、書けないのであれば目立たないようにおとなしくしていれば、批判にさらされることもないが、この方は、 国民の感情を逆なでするような軽率で安易なパフォーマンスが多い今後も期待する要素は何もないのでできるだけ静かにしていただければと思いますそれが国民のこの方に対する唯一の願いです議員の方個人の行動がどうのこうのよりも政党に所属していて同政党とともにこの方々は行動活動してきたか 今後はどうするのかを今見定めるべきでしょう。叩く、お給を据える、でも時間が経ったら忘れで、一回終われば、みそぎは済んだ、ノーサイド。この繰り返しで、市民生活どうなったか、さあどうなんでしょうね。それを今振り返って、政党と議員に判定を下します。この方たちに明日以降のことを任せてよいのかと。そもそも少子化対策というが、むしろ、 フランスに行ったのなら、移民政策の危うさを報告しなきゃいけないだろう。そしてこういった研修手議員が行くより、誰か役所の人間にさせた方が手間がいらないんじゃないの資料を送ってもらうとかさ結婚形態も、日本とは違うし、フランス自体もそれほど少子化に成功している国でも、あるまい。芸能界やアスリート出身の国会議員はどうしても、 数合わせで知名度を当ててにに議員になったといいうう。イメージがついてしまうフランスに視察に行ったのであれば少子化対策に成功している理由をしっかりと報告したらよいそんなことさえ自分ではできないのであれば議員としては残念な存在だ応援も結構だがこれが票に結びつくと思うのは早計ではないか国会議員に立候補する際に党に関係なく 議員として、政治経済必要知識の試験手合格した者しか立候補できないとかスキャンダルは辞職か次回の選挙で非公認などの登記役を設けるとかしないと普通の会社員より道徳感がなかったり立ち振る舞いが乱れすぎですなりふり構わず議席数が欲しいがために政治知識がない方や常識観に欠ける方を公認候補にするのはやめてもらいたい この人を早く国会議員から下ろすのはこの人を、担ぎ上げた三藤明子のホームページに責任を取ってもらうよう電話やメールで陳情するのが一番早いのではないだろうか。今井さんは以前インタビューで、歌手してた時はもっと稼ぎがあったのに、議員になったら減っちゃったんです。と言っていてでも、行為で国会議員してあげてる、みたいなことを言っていて今すぐやめてもらってもいい、と思いました。 フランス研修風景の写真や動画があればそれだけで説明はついたのにそのようなものを残さなかったから説明ができないというよりも目的が違ったから残せなかったんでしょう。政治家にそそのかされて正解に入られたのは誰の目から見てもわかりきっていることですしビジュアルではなく制作で足跡を残せないようであればそろそろ潮時ではないですか 多くの国民は爪に火を灯す思いでつ日た日を暮らしています。解散の報告や選挙に勝つために頑張りましょうなんてどうでもいい話です。少しでも明日に未来に希望が持てるような発言や政策を残してください。選挙に出す方に問題もあるがそれを選んだ一票が悪い。よく考えて投票しなければ日本は沈没し崩壊する。今の議員は税金で賄われ、 税金で国政をさせてもらっていることを無視し、私腹を肥やすことしか考えず、海外にばらまきたりなくなれば増税、平和日本が、武器輸出可能、核兵器禁止条約無視、米国のため。日本の基地を増強し、福島無視し原発稼働、核ごみ処理できず、増える一方地震国だが地中に埋める恐ろしい策、公約は、選挙前にすべき事項であることはすれ。 一票くれはあまりにも厚かましく、まず身を切り、議員特権すべて、廃止、国民と同じ税制にせよ、それから選挙に出よ。体調不良と言って一ヶ月も休んでいましたが、今回の報道で、また欠席気味とかにならないのでしょうか。国会という立法府の議席に座る自覚が薄いように思うし、国民の信任票を、ただの国会議事堂への切符だとしか思ってないように。 感じる女性局でのフランス研修も放置され、もう女性局もどういった機関としての役割を果たしてるかわからないし、局も解散も視野に入れた方が良いのではないかと思えてきます。